しーちゃん、しーちゃん。いやもうすごい綺麗で美しいです。美味しそう。ん、私チンゲン菜のポタージュスープって食べたことないです。いただきます。美味しいです。あの青臭くないっていうか違和感ないですね。これ牛乳気になる人は豆乳使っていただいても全然変わらないと思います。美味しい。やっぱりあれかな、あのじゃがいもと合わせてるのがいいのかもしれない。クリーミーさが増すもんね。あのね、チンゲン菜は油中の野菜でビタミン C が豊富だそうで、ビタミン C ってコラーゲンの生成に関与はもうね何回も繰り返しお話ししてますけど、で、コラーゲンを作るとどんなことがいいことが起こるかっていうと粘膜を修復しますね。であと細かいもうチリ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 花粉が飛んでたら炎症して細かい傷つくわけですよね。その傷の修復にも役に立つということですね。でチンゲン菜は入っているものが美肌シミそばかすなどの美肌にいいということで、じゃがいものビタミン C はでんぷんにくるまれているので熱に強いんですね。で胃酸も通り越して腸で吸収されると言われていて、吸収のことを考えるとじゃがいものビタミン C っていうのはとてもおすすめなんです。じゃがいものね、働きを少し調べていたら抗アレルギー作用があるというページをね、見つけたんです。まあこれは諸説あるとは思うんですけれども、まあそういう働きもあるみたいだよぐらいでね、少し頭の片隅に置いていただけると嬉しいです。